2005年式ポルシェカレラ GT のマグネシウムホイールマグネシウムホイールは素材にマグネシウム合金を使ったロードホイールである。マグネシウム合金はアルミニウムよりも軽量であり、アルミホイール以上に走行性能、燃費性能の向上が期待できる。しかし、量産が効きにくく効果であり、またサイズが限定されているという汎用性の少なさからあまり一般的ではない。 また、素材の特性として、塩分や腐食や衝撃にかなり弱い点が挙げられる。製法は、鋳造による場合と炭造による場合に大別される。鋳造の場合は成形の自由度が高く、より軽量だが強度に劣る。また少量生産のため砂型鋳造を用いるが、外して生産性が低く、ぶどまりが悪い。炭造の場合は成形の自由度が劣るため、 切削による追加工が全面に施される。腐食に弱い点については、塗装や防錆処理が剥がれたら速やかに補修しなければならない。大気に暴露すると、水分や酸素などと反応して腐食、錆が起こり、急速に強度が低下するためである。塩分に弱い点は、海岸沿いに普段注射している場合は、頻繁に水洗いしないと錆が発生する恐れがある。 衝撃に弱い点については、特に、スポーツ性を謳った、極度に、軽さを重視した製品に顕著であるが、ギャップや縁石を踏むと、ホイール自体が完全に割れることがある。最高速度時速 400km 以上を歌う、ブガッティベイローンは、時速 400km 級の最高速度アタックを、行う際には純正装着のマグネシウムホイールと、 タイヤは必ず新品に交換するように明示されている。このような超高性能車の場合には、マグネシウムホイール自体が消耗品であるという前提のもとで車両の販売が行われている。なお、マグネシウム合金そのものは、アルミニウムよりも比重が軽いものの、一般的に流通している合金では、非強度の面では、若干劣る素材である。そのため、対衝撃性や、 耐久性まで考慮して、アルミニウムと同じ強度を発揮するように設計した場合は、重量低減の面ではさほど差がない場合が多い。また、自動車用のアフターマーケットパーツとして販売されるものの中には、行動仕様に適合する旨、JWL マークを表示する製品もあるが、実質的には、サーキット用と考えた方が良い。鋳造マグネシウムホイールと、 単造マグネシウムホイールがある。また、極まれにマグネシウム板を溶接して作られたホイールもある。超電導リニアの実験車両マ002の補助、支持車輪がマグネシウムホイールであったが、ゴムタイヤでの走行中のパンクにより、ロックしたマグネシウムホイールがコンクリート軌道に直に接してしまい、発火、車両火災が発生した。マグネシウム合金の性質上、 高速回転するホイールがタイヤのバーストなどで路面に直に接してしまうと蒸気の例の通り切り子が発火する危険性があり消火に水を使用できないためマグネシウムホイールを自動車に装着する場合は万が一の事態に備え消火器などを車両に備え付けておくことが望ましい。炭造アルミホイールがサーキット走行中に破損した例先日の通りマグネシウム合金は 腐食に弱く、コンディションの維持でオーナーを悩ませる事例が多かった。この問題を解決するため、ある有名ホイールメーカーが同一デザインのアルミホイールを限定制作しており、それと交換することもあった。ありがとうございます。